さあ、それでは郷さんファンのお姉様の皆さん、お待たせいたしました。ナイナイのオールナイト記念すべき999回目、本当に生で来てくれましたスペシャルゲスト郷ひろみさんです。どうもこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。そもそもね、なんかこういうスペシャルな回数に声をかけていただいて、逆にあの嬉しく思ってます。本来なら555回目に郷さんを呼ぶべきだったのに、この999回目っていうことを僕たち恥じてます。本当に僕もね、あの時は絶対声がかかるだろうなと思って、スケジュール上げてたんですよ。これは本当申し訳ないです。スケジュール上げてましたね。1週間、もう1週間すいません、体内時計がおかしくなるかなと思って時間に来ると調整もしていただいてたんですね。そうですね、何 の声もかからなかったですね。すいません、本当に申し訳ございません。そうですよね、本当にもう本当にね、この間あれですか、その焼けてんのはさっきのあの沖縄ですか。そうなんですよ、石垣島に行って。僕はでも ね、これ本当もうね、失敗したなと思うんですよ。郷さんは絶対日焼け止めとかしっかり塗って、はい、あのゴルフ行きはるっていうの僕知ってたんで、はいはい、それを知ってから僕どんな時も日焼け止めしっかり塗るようにしてるんですよ。郷さん3種類ぐらい塗るでしょ。僕あのファンデーションも塗ります。ほら、日焼け止めを下地で塗って、はい、でその上からファンデーション塗るとより効果的だし、はい、まああの色がこうなんていうんですかね、白っぽい 色になっちゃうじゃないですか、うん、ファンデーション塗らないと、はい、でもファンデーション塗ると、はい、あの効果もあるし、なおかつ肌色に近くなるので分からないんですよね。それを僕なんかで知って、そっからはもうちゃんと日焼け止め塗る人間やったんですけど、はい、手塗り忘れたんですよ。顔は塗ったんですけど手だけちょっと塗り忘れた。やっぱりそれだけでも日差しが強いってことでしょ。島の人と同じ色やもん、はい、ほんまにそんなに強いんですか。強いです。強かったです。あともう海の上やったら船乗って、はい、もうどうしようもないですね。でもあれでしょ、日焼けは本当にしない方がいいでしょって言われてますよね、はい、だから僕ももうあのこういうところをゴルフ行ったりすると、手の甲のところが、はい、グローブとこの長袖着てても間がこう開くじゃないですか、はい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 、そこ用の鉄鋼作ってますから鉄鋼して変な焼け方しないように、はい、なるほど。だから絶対焼けてないでしょ僕、はい、焼けてないです。でも、ね、僕ねそのね海の話でちょっと思い出したことがあって、はい、僕もすっごい懐かしいなと思いながらちょっとさっき聞いてたんですけど、はいはい、僕もあのもう随分前ですけれども、はい、四国に行ったんですよ、はい、でその時にあの、まあ、水上スキーとかやって、はい、潜ったんですよね、はい、僕初めてだったんですけども、はいはいはい、でこう酸素ボンベの使い方とかも聞いて、はい、でまあ、あのこう銛を持ったんですよ、水中銃、はいはいはい、で水中銃の使い方も聞いたんですよ、まあ、危ないじゃないですか、はい、危ないですね。でできるだけ魚に近づいていくって言われたんですよね、はいはい、それでまあもう それじゃないと当たらないから、はい、とにかくもうゆっくりと近づいて、もうここまでだっていう距離まで行ったら撃ってくれ、はい、っていうふうに言われて、僕ももう、まあ、潜って、はい、もうできるだけ魚に近づいてそうですね、まあ、僕がこう海の30センチぐらいまでどん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 近づいてきましたよね、はい、でこうねバーンって撃ったんですよ、はいはい、そしたらもうドーンって真ん中に当たって、はいはい、で魚をでも上にもこう上がってきたら、はい、7センチぐらいの魚だったんですよそれ確かにあのね水中メガネで広がってたんだから、ね、で自分の中では30センチだと思ったのがよくこんなとこ当たったのか逆にねそうなんですよ、10センチまでもう満たないんですよ。命中率すごいですね、はい、そうですよ、水の中で見るとめっちゃ大きい見えるんですよね。そうなんですよ、ね、かわいそうなことしたなと思っていまだにねそれを聞きながらね、あ僕もこういうことあったなってあ水中はで大きく見えます。確かに。いやえ、ダイビングとかやられるんですか。でもいや全然やらないです。あ、やらないですか。はい、水上スキーは昔やってましたけど、はいはいはい、まあ、スキーとか今でもやるんですけどね。あ、でも本当に郷さん言ってください、あの石垣島の親善大使になりましたから郷さんが石垣島に行きたいって言ったらもう一声かけていただいたら全部仕切りますから、バッと。そう、もうやっぱいいとこなんでしょ、はい、もう空港 PR 大使なんですから、空港から全部ガードしますよそうですか、はい、ついていくの、ついていくの。そんなに人いないんですよね、ガードされるこの石垣島って。いやでももう郷さん来たらもうすぐやっぱりわ僕らでもなるぐらいですから、わーってなるぐらいですから、それはもう郷さん来たらもうパニックになりますから、もうそれ全部僕がパッといきます。僕が本人が警備すんの僕がもうバッとこうあの警備しながら
もうあそこ行きたい、あれ見たい、何したいっていうのも全部僕が仕切りますから。一回行ってみたいんですよ、僕も。石垣島は行ったことないですか？行ったことないです。綺麗、ものすごい綺麗だって話は。めちゃくちゃ綺麗ですね。最高ですよ。はい。もう綺麗です。本当に透明度が全然違いますから。やっぱ本土とも違うんですか？その本土というか、本島とも。そうですね。やっぱちょっとこう、あの離島に行く方が全然綺麗です。やっぱりね。本当に郷さんに見ていただきたい海がたくさんあります。もう沖縄出身みたいになってるやん。そうですよね、沖縄出身じゃないんですよ。いや、大阪なんですよ。大阪ですもんね。そうなんですよ。違うんですけど、本当になんでその大使なんですか。いや、沖縄出身の人でしょ、だって絶対そうでしょ、やっぱり。はい、そうなんですけど、僕はただただ郷さんと一緒にプライベートで遊んでみたいんですよ。郷さんってどんなことして遊んではんのかなと思って。すごい、ヒロミさんを目指してるのはいつも言うてますから、うん、僕だからちょっとね、太っちゃったんですけど、僕はやっぱずっとこう、なんですか、郷さんみたいにずっとこう踊れる、歌って踊れるっていうで全然老けないっていう、その郷ひろみさんを目指してるつもりではいるんですよ。だから郷さんがやってることっていうのはちゃんとやらなと思う。だからその日焼けとかもちゃんとやってるつもりなんですけど。でもちょっと忘れちゃったんですね。ちょっとものすごい黒いですよね。黒って赤ですよね。ちょっとほんまに気ぃついたらこんなことになったんですよ。ほんまにこれは不覚です。本当にでも5歳行ったらでも焼けてしまうでしょ、やっぱり、ね、いや沖縄そうですね。まあ、あのたまにこうね行ったりしますけども、うん、でも、まあ、もちろんきっちりこうプロテクションするんですけど、うん、まあ焼けてないことはないんでしょうね。ね、それでもね、でも絶対焼けない、うん、焼けない道通っていきます。そう、南の島海見れないじゃないですか、行く意味ないで。もう絶対あの路地ばっかり。サトウキビ畑もこううわーってなってる間で通っていきますから、もう絶対焼けないようにしますから、そこいいとこですけどね。本当に、佐藤さん、たくさんね、はい、あのメールは来てるんですけども、はい、ちょっと紹介しますね。はい、今日は郷ひろみさんの登場で37年ぶりにオールナイトニッポンを聞いています。懐かしいオールナイトニッポン、夢子より、夢子さん。37年ぶり、すごいですよね。これだから先週もねメール来てたんですけど、録音じゃなくて郷さんが生で来てくれはるって言ったんで、はい、みんなそのファンの方がそれやったら私も録音とかせずに生で聞きますっていう、最初疑ってたんですよ。お綺麗かどうか分からないです。ありがたいですね。そっくりさんが来るって思われてたんですよ。そう、本当だから郷さんに申し訳ないよね。この間はめちゃイケで、僕のことをよく知ってるそのファンの方だったら、ヒロミはこの時間寝てるからと思ってますから。そうでしょ。はい、だから一生懸命みんな起きて聞いてくれてはるんですよ、生で。そうね、えありがたいですよ。ありがとうございますね。はい、ほんま郷さんどれぐらい、何時ぐらいに寝てはるんですか。僕大体その成長ホルモンが出る、はい、時期を見計らって。それ何時なんですか。それ何時なんですか。12時前ぐらい。成長2時ぐらいでしょ。じゃあ2時は成長ホルモンが10時から2時の間に出るんですよ。成長ホルモン、その前に寝ちゃった方がいいんですよ。だから12時前ぐらいまでには休むようにしてます。で朝早く。そうですね。朝は何時ですか。いや、まあだから大体逆算して7、8時間寝たらもういいかなと。はあ。いや、これもう徹底的にやってますもんね、それをね。何時にご飯ですか、郷さんご飯っていうのは。まあでも8時9時ぐらいに、僕でも午前中大体ジム行くんでそんなにたくさん食べないんですよ。はい、はい、朝はしっかり食べますか。いや、だから今言ってましたよね。今たった今言いましたね。僕はジム行くから、だから食べ、つまり聞いてないってことですよ。なんでそんな質問したの今。ちょっと待ってください。ほんなら 夜もそんなに食べないでしょ。そうですね、まあお昼間ですか。昼は食べ、まあ食べますね。はい、お蕎麦だ、じゃあ、郷さん。声でかいんですけど、いきなり。お蕎麦食べてるでしょ。お蕎麦大好きです。ほら、やっぱり。はい。お蕎麦大好きですよ。お蕎麦でしょうね。多分お蕎麦だろうなと。夜は、はい、あの、最低で2時間。できたら3、4時間。うん、食べてから寝るまで、横になるまで開けたいというタイプですよ。そうそう、食べてすぐ寝るっていうのはダメですもんね。あんまりこう、そうですね。はい。良、うん、くないって言いますよね、すぐこう横になったりするのは、うん、今日ちょっと崩れるでしょ、郷さん帰って久しぶりにね、だから僕寝れるのかなと思って、うん、あ、もうそういう時は寝なかったりもするんですか。いや、まずないですけどね。はい、でもまあ5位に合わしに
行かれますか。ただ起きる時間は僕そんなに変わらないと思うんですよ。ああ結局その時間にパッと目が覚めるんですね、はい、どっちにしても。うーん石鹸は何使ってるんですか。いや何でしょうね、何種類かこうありますよね。で日によってこう変えたりしてます。石鹸何種類も置いてるんですか。はい、あのボディーストーパー例えばキュレルとかってあるじゃないですか、はあ、そういうのなんですけど洗顔はこういろんなフォームがあって、はい、あと歯磨きも長いんですもんね。そうですね12分間ぐらいやります。決めてます12分。だからその体洗うもすごいんでしょ。シャワーでもすっごい水飛ばしながらやるっていう。それ聞いたことありますの。郷さんってすごいシャワー浴びる時も普通の浴び方じゃないってパッつってすごいやるって聞いたんですけど。郷さん浸かるんですか湯船は。浸かる時もありますね。その体調によったり。そうですね、まあ時間にもよりますよね仕事の、はい、で割とこうシャワー立って座ってがダメなんですよ洗うのは。 あそうですか。はい、だあとこうそらそや郷さんがなんか座ってこうやって体洗ってたらちょっと嫌やもん。そうやっぱ立ってないと。そうですか。そう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 あんなプロのあのちっちゃい椅子に座ってたら嫌ですもん。まあ、そんなに小刻みに速くはないんですけどでもまあ飛びますよ。だからあんまりこう飛びますよ、はい、泡はねあちこち飛ぶんで豪快にやっぱりやる方なんで、はい、あんまり人にはこう見せたくないし。あとその後ずっとほら掃除して水できれいにこう流して周りもちゃんとこうお湯で流してシャワーで。そうですね。は水かびもつきにくくなるみたいですね流した方が。そうですね高い温度で流した方がね。あやっぱそうなんですか。冷たい方がいいんじゃない夏場は。そうなの。冷たい方がカビ多分出ないと思うんですよ。はい、でも僕どっちにしろ自分の家でお風呂入る時は、はい、あのワイパーってあるじゃないですか、はいはい、あれで全部きれいにすげえすげえして水滴残らないんですよ。それやってから上がるんですか。はい。であとはもう乾燥をかけてっていう。はあ。それワイパーやってる時はもうまあ婦人ですよね。もうもちろん裸でこう。はい。ワイパーと同じように揺れてる時もありますよね。郷さん下ネタ出ました。聞いてない今1時だよ。この時間聞いてないんですよ。いや1時半だよ。夢子さん見てられてますよ。みんなも夢子しか聞いてないから。はーってなってますよ。夢子さんはーってなってます。今夢子さん喜んでるわ。ダパンプはサッカー日本代表を全力で応援します。99点ナイティナインのオールナイトニッポン。Come on everybody. Come on everybody. 岡村さん、矢部さん、放送999回目おめでとうございます。ナインティナインのオールナイトニッポン。999たす1も無限大。ナインティナインのオールナイトニッポンも終わらない。郷大広美でした。じゃあメールいきましょう。はい。江戸川区ペンネーム小鳥丸。郷さんはなぜこの時間のこの番組に出てくださる気になったんでしょうか。いやだから999回目だからでしょ。いや本当郷さんに申し訳ない。この間のめちゃイケはもうすごい朝早くにね出ていただいて、今度はもうオールナイトニッポンでこんな深夜に出ていただいてね本当申し訳ないなと思って。あれですか郷さん、はい、僕らのこと好きなんですか。郷さんよく本当来てくださるんですよ。そうですね、まあ、でもあれですよね、不思議とこうなんか、はい、あのまあ、よくしていただけるっていうのもあるんですけど、話がこう僕の中では、はい、あ噛み合うなあ。そうですか。そんな感じしません。いや僕はもう恐れ多いというか、そんな感じしませんで、僕らはもう本当に、ただただこう、おしゃべりできて、あれやなと思って。なんか僕の中では、そういう。あ、 ありがたいですね。だからいや、僕の方こそありがたいんですけどね。いや、僕らだって、カックラ近代放送を見てた人間ですからね。それ、その人間がこうやって普通に、ね、そうですよ、喋れるっていうのがもうやっぱり、えっと思う瞬間ありますからね。郷さん、見てきた人間ですから。ですよ。まあ僕の中でもあんまりねそういうのもないし、はい、はい、普通にこうなんでしょうね。でこんな応援ソングもね歌っていただいて。そうなんですよ。もうナインティナインだったりする。
もうテーマソングですから。ちょっと恥ずかしかったです、郷さん。本当に。そんなに、こんなストレートな。そんなに郷さん僕ら応援しなくても大丈夫ですよ。応援していただかなくてもっていうぐらいの気持ちになってしまいましたから。でも聞くところによると何にも微塵も、僕らのこと思わずに歌ってはるっていうことでしたね。そうしたやろうなと思って。それはあの別の番組でね、おっしゃってましたね。いやでも、そう思っていただけるのは、まあ、結構ですっていう。こんな歌、久しぶりに出たなと思って、はい、自分らのこう、なんやろ、応援ソングみたいなんてなかったなと思って、思ってったら、やっぱ郷さんがこうやって歌ってくれはったんですよ。うん、縁ですよね。縁ですね、はい。本当にそう思います。で、僕らこんなこと言い出してから、はい、こう僕らの歌ですかとか言い出してから、歌われてる時はちょっとはよぎるようになったんじゃないですか。それから歌ってないんですよ。あ、そうですか。それからなかなか歌い回数が。それまでに歌ってたんですね。それまでに歌ってたんですよ。結構ね、はい、PR でね。でもこれからツアーに入りますから。そうですよね。全国ツアーが7月から始まるんで、はい、もう毎日のように思い出させていただきますね、この。いや、もうありがとうございます。はい、ありがたいですね。こんなありがたいことないですよ。これ行こう、今度。平塚市、原田和人。からいただきました。昔から自然に郷さんをテレビで見ていますが、郷さんの笑顔の印象ばかりで郷さんが怒った姿を見たことありません。郷さんが最近でも昔でも怒ったことで印象深い出来事はありますか？怒ったりしはります？誰かに。まあ仕事中はもちろんね、ぶっとすることはありますけども、はい、まあいいかってこうすぐに流してますよね。それがすごい。もう、こう、例えば車なんか、こう、走ってると、はい、いきなりこう、前にこう、割り込みしてきたりするんですよ。はい、います。もうそういう時は、もうどっちかというと、僕も、ああと思う、危ないと思うけども、はい、まあまあ、いいや、そんなに入りたいんだったらどうぞっていうタイプなんですよ。まあ、そこでもう、なんでしょうね。こうよく関西なんかで見ると、はい、入れてくれない時がそうです。もう、車間距離詰めてね。はい。はい、すごいなと思うんですけども、ああ僕にあんな勇気があったらと思ってないな。東京は本当に入れてくれる方ですよ。大阪は本当に入れてくれないですから。そう、僕なんかだから そうですね、その光景見たし、ああ、まあ、でもまあ、僕も入れてもらう時があるんだから、ああ、まあどうぞって入りたきゃ、もうそういう感じなんですよ。ほんな一番最近でこうムッとしたことって何ですか、郷さんが。僕この間、はい、ちょっとこう温泉に行って、はい、で東名走ってたんですよ、はいはい、自分で運転して、はい、で僕そんなにスピード出さないんですよ、もともとで、まあほとんど前をその車と一緒で左側見たら、はい、覆面に捕まってんですよ、はい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 、あかわいそうだなと思って気をつけなきゃと思って、うん、はい、で今度いわゆるこの下り車線、はいはい、この名古屋の方に行く車線見たらまた同じように覆面に捕まってるんですよ、はい、まあこれもう飛ばすからみんなね気をつけなきゃと思ってて、僕はそのまんまこう、まあ、走ったらなぜか後ろでこう転倒してるんですよ、はいはいはい、郷さんの後ろで、そうで僕も、はい、あれと思ってこう左に寄るじゃないですか、はい、同じようにパトカーも左に寄るんですよ。あらっとっとっとで、はい、なんだろうと思うじゃないですか、うん、僕そんなスピード出してないし、はい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 、で27番とかってこう言うわけですよ、数字を、はい、でまあ僕の車なんですけども、でなんか左に寄んなさいみたいなことでこう行って駐車場の方に入っていったんですよ、はい、そしたらそのスピード違反なんですよ、で僕も出してないのに、出して僕は出してないと思ったじゃないですか、はい、でこうもうどうしようかなと思って、もうすいません、もう許してくださいって言おうかなと思ったけど、はい、なかなかやっぱそれがこう言えないですね、はあ、僕も、はい、まあもういいやと思って、はい、ちょっとムッとしてるけども、はい、そしたらまあそのおまわりさんがね、はい、いやもうね、ど真ん中なんですよね、ど真ん中、ま、私たちの郷さんは、みたいな感じでニコニコ顔なんですよ、おまわりさんがね、そんな顔でチケット切るのって僕も思うじゃないですか、だったら許してほしいなって、ど真ん中やったらね、ど真ん中なんですよ郷さんは、びっくりしたんですよね警察の方も、追いすぎですよねっていうか、はい急いでますって言ったらできるだけ早くやりますからっていうから、やっぱり切るんだと思って、ね、ちなみに何キロだったんですかって聞いたら108キロですって、はい、で28キロは、
そこ80キロだったらしいんです。僕、高速道路って100キロとずっと思ってたから、まあ、オーバーはね、8キロはオーバーしてたんですけども、それでと思って、で、ね、結構やっぱりこう、すごいな、言霊だなと思ったのは、はい、左側に覆面で捕まってて、うん、右側も覆面で捕まってて、うん、僕が捕まったのは、うん、白黒のパトカーだったんですよ。覆面でも何でもないんですよ。わかりやすいパトカーだった。わかりやすい。誰でも速度落としてるのに、僕だけは、100キロやと思ってますからね、その道路ね。その程度のスピードしか出してない。そうか、そうか。ちょっとムッとしたけども、まあこれは、しょうがないな。まあもう、規則ですからね、それはね。やっぱりこう何かの、はい、これ以上スピードをね、出すと余計なことがあるよって、事故を起こすかもしれないし、みたいなことで、あ、今しめてくれたんだなっていうふうにこう思えば、腹も立たないなって。なるほどね。すぐそう切り替えれるんですね。切り替えましたね。これはしょうがない。みんな。で、またそれでその後に来たんですよ、神奈川県警から。はい。あの点数は今回は、講習は、ま、な何か免れましたけども、次回は気をつけてくださいみたいな、もうここですよって、ちょっとムッとしましたけども、一応ね、はい、一応みんなに怒られると今ちょっと思い出して、ちょっとムッとしちゃった。